週末映画情報シネマッケーン。週末映画情報シネマキング第443回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人ムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は10月に入って10月4日金曜日、10月5日土曜日合わせて10作品以上の新作映画を紹介します。まず最初に紹介するのは10月4日金曜日公開、ムービーステーションの、表紙にもなっておりますシビルウォーアメリカ最後の日、こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのはシビルウォーアメリカ最後の日。数々の話題作を送り出した A24 史上最高のオープニング記録を樹立、さらに興行収入ランキングで2週連続1位を獲得した超話題作です。分断が進行し内戦に突入したアメリカの姿をジャーナリストの視点で描いたディストピアアクションです。シビルウォーアメリカ最後の日、10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはフレル、劇場版あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの監督永井達之、脚本岡田真理、キャラクターデザイン田中正義が再結集。同じ島で暮らす3人の男の子が島で不思議な生き物と接触することから始まるファンタジー物語です。フレル10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは鬼太郎誕生ゲゲゲの謎新生版、鬼太郎誕生秘話を描いた2023年の劇場版アニメ鬼太郎誕生ゲゲゲの謎を制作陣が当初想定していた恐怖の物語として327カットのリテイク、合わせて音も再ダビングした新生版が登場。新たな映像と音で恐怖を体感します。鬼太郎誕生ゲゲゲの謎新生版、10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはドキュメンタリーオブベイビーワルキューレシリーズ第3弾ベイビーワルキューレナイスデイズの撮影現場に密着したドキュメンタリー映画です。アクション監督園村健介のアクションが生まれる舞台裏や予想外の事態に苦悩する監督など現場のリアルを映し出していきます。ドキュメンタリーオブベイビーワルキューレ10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはリトルダンサーデジタルリマスター版、上質なドラマの名手として知られるスティーブン・ダルドリーの監督デビュー作にして今もなお多くの人に愛される不屈の感動作リトルダンサーがデジタルリマスター版で色鮮やかに蘇ります。リトルダンサーデジタルリマスター版10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはハッピーエンド、東京とニューヨークの2拠点で活躍し龍一坂本オーパスを監督したソラ・ネオの長編劇映画初監督作です。栗原隼人と日高由紀人を起用し近未来を舞台に友情の危うさを独特のサウンドとエモーショナルな映像美で描いてきます。ハッピーエンド10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアーネストに恋してブロードウェイの舞台を映画館で上映する松竹ブロードウェイシネマが送る冒険ファンタジーです。育児と作曲家のキャリアの両立に悩むシングルマザーが時空を超えて伝説の冒険家と巡り合う展開です。アーネストに恋して10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは花嫁はどこへきっとうまくいくなどに出演したインドの人気俳優アーミル・カーンがプロデューサーを務めたヒンディー語ドラマです。同じベールで顔が隠れた2人の花嫁が花婿の家へ向かう満員電車の中で取り間違えられてしまう奇想天外な物語です。花嫁はどこへ10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはディル・アン・グレイライブフィルム残響の血脈モード・オブ・ウロボロス、
ビル・アン・グレイが2024年3月に開催した欧州ツアーのうち最終地であるドイツ・ベルリン 2Days 公演の中から3月30日公演を収録した音楽ドキュメンタリー映画です。ディル・アン・グレイライブフィルム残響の血脈モード・オブ・ウロボロス10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはハヌーマン。インドの叙事詩ラーマーヤナに登場し今なお民間で信仰されている原人ハヌマーンから着想を得たテルグ語によるスーパーヒーローアクションです。ハヌマン10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはジョングクアイアムスティル。世界的人気グループ BTS のジョングクによる初のソロシングルリリースからアルバム発売まで約8ヶ月にわたって世界各地を回る姿を記録したドキュメンタリー映画です。ジョングクアイアムスティル10月4日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは悪魔と夜更かしトークトゥーミーのオーストラリア映画界からまた恐るべき傑作ホラーが誕生。テレビ番組の生放送中に起きた怪異現象をファウンドフッテージスタイルで描いたオカルトホラーです。悪魔と夜更かし10月4日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは聖湖畔に生きる春光水団のグー・シャオガン監督による母と息子のドラマです。聖湖畔に生きる10月4日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはエストニアの聖なるカンフーマスター IT とサウナの国エストニアから誰も見たことのない奇想天外すぎる青春コメディが誕生。メタルとカンフーに魅入られた男の成長をポップな映像で描く奇想天外な青春コメディです。エストニアの聖なるカンフーマスター10月4日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったのか。ロック史上最大の謎の一つとされる圧倒的な人気バンドが消えた理由陰謀と真相に迫ったドキュメンタリー映画です。ブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったのか10月4日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのは本日公休24年間映画界を離れていた台湾の名優リュウ・シャオフェンが主演する理髪店を舞台に描いた人間ドラマです。本日公休10月5日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは越境者たち。雪に覆われた極寒のイタリアンアルプスを舞台に展開されるサスペンススリラーです。越境者たち10月5日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは布団。レッドブリッジの山崎新平が監督日本の私小説の出発点とされる田山片井の名作を原案にした人間ドラマです。布団10月5日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは冗談じゃないよ。30歳目前の若手俳優が現実と理想の狭間で七転八倒を繰り返しそれでもなんとか自身を鼓舞して今を生きようとする姿を描いた青春映画です。冗談じゃないよ10月5日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはデッドストリーム。炎上系配信者のライブ配信中に襲いかかる恐怖を映し出す POV ホラーです。デッドストリーム10月5日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは沖縄より愛を込めて。沖縄を拠点とし1970年代頃から沖縄に関連する人物を中心に撮り続けている写真家石川真央の自伝的ドキュメンタリー映画です。沖縄より愛を込めて10月5日土曜より名古屋キネマノイにて公開です。続いて紹介するのはヒューマンポジション。ノルウェーの新鋭アンダース・エンブレム監督が故郷オーレスンを舞台に主人公の心の機微や日常を丁寧に描いたドラマです。ヒューマンポジション10月5日土曜より名古屋キネマノイにて公開です。続いて紹介するのはあなたのお見取り。東京日向の村上弘康が自宅で最後を迎えることを希望した末期がんの父とその見取りを決意した高齢の母の姿を見つめたドキュメンタリー映画です。
あなたの看取り、10月5日土曜より名古屋キネマノイにて公開です。いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。ムービーステーション10月号、10月号劇場で絶賛配布中です。表紙は室井慎治、そしてシビル王を配置しております。ぜひ劇場でご覧になってください。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして大音響で鑑賞するために映画の制作者サイトが作っております。皆さんも好みの映画をムービーステーション C2 などで探して映画館で映画にしてみてください。それではさようなら。